はい、今回は質問コーナーやっていきたいと思います。ちょっとね、こんな体を使ってちょっとでもなんかビジュアル良くしようって、ちょっとでもカクついてるかな。で、あと口パクが合ってなかったらそれはもうなんかキャプチャーしてる関係でずれてると思ってください。はい。で、本当にね、質問をたくさんいただけたので、もう本当にね、一個二個来たらいいんじゃないかっていう風に思ってたぐらいあれだったんで、本当にありがとうございます。それでは行きたいと思います。はい。まず、実況したゲームの中で印象に残っているシーン、いっぱいあるよね。なんかだって私なんかむやみやたらにね、動画はいっぱいあげてるから。で、その中でもそうね、まずカルモ4のあいつだろう顔をね、顔面を真っ赤にしてしまった時、あの来た女の子のね、顔面を真っ赤にしてしまった時の会話、未だにちょっと私の中では歴史かなと思って。別にあれふざけてないっていうのがまた一番の問題で、ね、あの時に海外の方からのコメントでなんかレッドメイククレイジーみたいなのをもらった時におーっと思って、なんでまああれは私の中でかなり、印象に残ってるよねあとはそうね、ファブスタイルの問題よね。まず中村智也問題よね。今本当に中村智也が私好きなんだけど、あの頃は全然なんだろう、知ってはいたけど別に好きとかはなかったのね可愛いなぐらいに思ってたの。だから今やってたら絶対イブに対する対応は違ったと思う。何をしても好き好きしか言わなかったと思う。あとはそうね、ファブスタイルのあのゴミ箱の蓋でバーバー戦ってるシーンは印象に残ってるね。あれ私割と自分でも好きなシーン、何回か見直した。はい、こんな感じかな。はい。人生観に影響を与えた作品、いっぱいあるよね。まず私の人生に一番影響を与えているのはちびまる子ちゃん、ともいマルコのね、作者である桜桃子先生は私の多分人生観に本当に影響を与えてると思う。こうなってしまったのは、ね、違うな、思考回路がこうなったのでも、あれだもんね、なんかね、中学校の頃とかにもうひたすら、桜桃子先生のエッセイを読み続けた結果こうなりましたあとはそうね、望んで私割と BL とか読むんだけど、そうした経緯はあれだもんね、今日から魔王のせいなので全て NHK のせいです、あとはそうね、声優さんとかに興味を持つきっかけというか、まあ、ドラマ CD とかそういうのを買うきっかけを作ったのがアニマル横丁なので、アニマル横丁もかなり影響を与えてるかなっていう、まあ、アニマル横丁からねそうなった人って多分なかなかいないと思うんだけど、かな。あとはやっぱり乙女ゲームを本当に買うようになったのは全部白鸚記からなので、白鸚記も私の中ではだいぶでかい作品かな。未だにね、新作出れば全部買ってるんで、移植も全部買ってるからね。はい。あとまあ、歌手というか音楽関係で言うなら ELT と白鸚記歌ってる吉岡愛香ちゃん、ここかな。ELT が多分もう17年ぐらい応援してて、愛香ちゃんが11年なんで、ね、10年超えたらもうね、っていう。そんな感じかな。ぜひね、ELT と愛香ちゃんについては聞いてください。多分 YouTube で大体消える。だって今の若い子 ELT 多分知らないもんね。ぜひ聞いてほしい。本当に2曲しかない。はい。じゃ次。ファンの名称。ファンの名称逆に欲しい。てか、てか、んっていう。だって、私のファンを名乗ってくれる人いるっていう、そこからだよねっていう。はい。次。宇宙人とか妖精は信じますか？なるほど。宇宙人はね、いたらいいなと思うの。なんか私割と宇宙人もののパニック映画が好きなので、時折ああなったらいいな、みたいな。何になったらいいの？私が被害に遭わなければなったらいいなと思ってる。妖精に関しては、どうだろうね。なんか時折さ、
なんか映っちゃった映像みたいなやつやるじゃん、テレビで。あれに出てくる妖精って全部なんかチャッチくない？だからちょっと信用できない。だからちょっとあんまり、まあ、宇宙人はいてもおかしくないと思うけどね。妖精はちょっとまだわかんないかな。はい。で次。何系の仕事をしていますか？そうね。アパレル系かな。はい。休みの日は何していますか？休みの日。だいたい、お昼過ぎというか、夕方に起きて、動画を撮り、コンビニかスーパーへ行き、動画を編集し、ゲームをして、YouTube を見て、テレビを見て、終わりっていう感じかな。まあ、出かけるときはね、それなりに朝ちゃんと起きていくけど、そうじゃなければ大体今のルーティンです。本当にいつもそれ。今日もそれ。はい。次。本当にね、いっぱいもらったのよ、質問。本当にありがたい。なんかノートに書き出したんだけど、この今、スマホで見ればいいじゃんと思ったんだけど、ちょっとキャプチャしてるし、この顔ね。かくついてるこの顔。はい。ねえ、じゃあ好きなアニメ、漫画。もうこれいっぱいありますよ。本当に。いいんですか？私もうあれですよ、これ尺長くなろうと本当に全部答えますからね、ちゃんと。まずちびまる子ちゃん、こじこじで、白鸚記、今日からまあもうさっき出たよねっていう作品たちと、あとアニマル横丁もそうでしょ、で魔法陣ぐるぐる、あとそうね、好きでしょ、抱かれたい男1位に押されていますとか高市山、あと買ってる漫画がね、でもね、言うて昔ほど買わなくなったのよ、なんか漫画とかも。でもそれでも買ってる、なんか読んでほしいなと思うのは、小太郎は一人暮らし、これ読んでほしいね。ちょっと本当に気持ちやられるけど。あとは、リボンで連載してるハイスコアと、あと、今リボンで連載持ってないよね。でも、昔やってたメダカの学校とか、この辺は読んでほしい。うん。あとはね、あと個人的に声の形はすごい好きかな。あれなのよ。私の実家が舞台なので、なんかそういう意味合いでも、ここ私いたみたいな。そんな感じ。うん。個人的に君の名はより声の形です。同じ日に見たからね。ちょっとずっとそう言ってるんだけど。はい。そんな感じかな。あとは、ディズニーで言うと、ナイトメアビフォアクリスマスとか、あとは、アナ雪とかかな、好きなの。うん。そんな感じです。次。好きな食べ物、苦手な食べ物。好きな食べ物は、チョコレートとか、甘い系。まあ、お菓子は、酸っぱいとか辛いじゃなければ大体、うん、苦手な食べ物はもう野菜全般、あと生の魚は嫌いだけどお寿司は好きです。あれだよ、魚は食べないっていう。はい。次、ガルモ1から4で好きなの、どれもねいいけど、やっぱりあれかな、4かな。一番初めてこうガルモやったって意味でもあれだし、なんか自分がそのファッションショーとか出るのもすごくいいんだけど、やっぱりなんかプロデュースしていく感じがすごい良かったなと。うん。早くガルもね、5を出していただきたい。はい、次。ゲーム実況を始めたきっかけ。なんかね、これはね、素直に言おうか。なんか私、初期は普通に顔を出してなんかアプリをやってたの、FF の。なんか黒歴史なんだけど、動画消してないけど、ぜひとも見ないでほしいなっていう、本当に。それの頃になんかその、FF のそのアプリをやってる他の実況者さんがいて顔出してる女性の方で。で、その人、の動画を見てていいなぁと思って、なんかそれと同じことやりたいなぁと思ったきっかけで YouTube に動画を上げ始めたね。まあ個人的にアプリより普通のゲームの実況の方が
やりやすいし楽しいから、そっちへ結局シフトして今の形になります。はい次、好きな声優さん、ここね、あれだなって、今推しの声優って、この今推しの声優っていうのを送ってきたのあれだからね、リアルで私のことを知っている友達が LINE で送ってくるっていうね、大概だよねっていう。はい。好きな声優ね、女性と男性でいきますね。女性はたくさんいて、その中でもピックアップするとしたら、まず林原めぐみ、水木奈々、たらこさん、あとはそうね、しどるみさんとか、この辺かな、私の中のやっぱり女性声優って言ったら。なんか若手の女性声優にもちょっとごめんなさい。ごめんなさい。ちょっとね、今日痰が絡むのよ。年寄り。そう。その4人と、で、若手声優さんに割と好きな人はいっぱいいるんだけど、まあまあ、でも、ここの私の中のレジェンドには及ばないかなって。若手で好きなのは、あ、でも言うていないかも。個人的にも一番推してる若手は二宮ゆいちゃん。うん。で、男性声優だと、圧倒的に好きなのは高橋ひろき。もう本当に、好きっていう。で、そこからの流れも、これアンスタの流れなんだけど、あの、大須賀くん、あの、大須賀淳、もう好きね。で、大昔、本当に、今となっては黒歴史なんだけど、あの、浪川大輔好きだったね、昔はね。あの、フリーのメールアドレスを、とか学生の頃ね、あれまだね、メールアドレスを、あの、浪川ラブで作ったという黒歴史があります。はい。次。好きなキャラクターできるだけ。これキャラクターっていうのはあれなのかな？国民的キャラクター的な、あれなのかな？わかんないんだけど。とりあえず国民的キャラクターでいくね。なんかのゲームだったらごめんなさい。国民的キャラクターで言うと、まあ、マルコとコジコジはレジェンドとして、ムーミンとスナフキンでしょ？で、またやっぱディズニーになっちゃうんだけど、ミニーパイセンだよね。ミニーが一番いいかもねっていうパイセンがね。あとは、ナイトメアのジャック・スケリントンと、そうだ、そんなもんかな。グフィーとか好きかな。あと、サンリオで言うと、キティ・パイセンと、あとはバツマルかな。うん、この辺が好き。あとは国民的、アンパンマンとかそんな感じ。アンパンマンだったらフランケンロボくんが好きです。好きじゃないアンパンマンのキャラクターは、エクレアさんです。誰も聞いてないのにね。はい。ちょっと待ってね、次。一番の推しゲーム。これはね、一番難しい質問だと思う。なんか、本当にたくさんあるのね、好きなゲームは。でもやっぱり、何度もやりたくなるっていうのと、やっぱその、小学校の頃に初めてやっての衝撃、ストーリーの衝撃だったり、っていう意味でも、マジカルバケーションかな。これはね、ぜひとも皆さんにやっていただきたい。もうなんだったら私動画でやりますよっていうぐらい。やろうと思えば全然やれるんで、やりたいなってぐらい、本当に大好き。もう、ストーリー、キャラクター、世界観、すべてが私の中でパーフェクト。で、まあなんかなんだろう、それに、以外にも、まあ発光機も好きだし、あと歌われるものとか、あと FF で言うと9が一番好きだったり、まあ7も好きなんだけど、テイルズのシンフォニア、リバース、デスティニー。この辺はもう、本当に、何周しただろうねっていうゲームたちばっかりね。はい。次。ゲーム環境、使用できるゲーム機。はい。プレステ4を、プレステ3。これただちょっと今人に貸してます。返してって言えばすぐ帰ってくるのにいいですけど。プレステ2。で、プレ2があるんで1もできるでしょ。で、ゲームキューブ。で、ゲームキューブでアドバンスもできるようにしてるんで、アドバンス。で、3DS。で、ビータ。こんなもんかな。うん、こんなもんです。はい。次。クールかつセクシーな服がお好み。
みたいですが、ご自身が気に入ってる洋服のジャンル、あれね、ゲーム内だと私、そう、クールかつセクシーな服が基本的に好きなので、現実でしょ現実で私が着てる服でしょ、もう私を知ってる人からしたらもう、大抵お前はカーディガンしか着てないって言われるんだけど、カーディガン着てればいいと思ってる系の人です。はい。あとは、そうね、基本黒色。これはもうゲームに通ずるよね。ゲームも基本黒がね、好きだから。黒で、まあ、あとは、そうね、なんかキャラクター、キャラティーが割と好きかな。なんかキャラティー着てるだけでちょっとポップな感じになるじゃない？だからちょっとキャラティー割と着がちです。はい。次。ゲーム関係なくホラーも好きなんですが、ホラー好きですか？大好きです。全然ゲームのホラーもいけるし、あとホラー映画も好きだし、あとはホラーのなんだろう、映っちゃった映像的なのも好き。ちなみに、あれね、ホラーは個人的には人と一緒に笑いながら見るのが好きです。はい、次、ゲーム以外で熱中していること、趣味は、ゲーム以外熱中していることか。大体でも家でやってることはゲームと動画を撮るとか編集するぐらいなんで。ねえ、でもどうだろう。熱中していること？なんか割と毎年、年始めに今年は何本映画を見るみたいなのを決めてて、だから割と映画かな。なんか、すごい月はなんか毎週休み映画行ってるぐらいのあれだったんで、まあ、今年はね、ちょっと本当に、ね、自粛でいけないけど。で、あと趣味ね。趣味は、ゲーム以外で言うなら音楽かな。割と幅広く、なんだろう、J-POP、アニソン、演歌。洋楽以外は大体聞いてるかもしれない。はい。男性に恋したことありますか？これはね、究極の質問だと思う。そうね。まあ、この口調だしね。実際、そうですね。初恋は女性です。小学校の頃。懐かしい。その後はもう基本的に恋愛対象は男かな。うん。それ初めて男に恋したのは中学校。あれはだから違うのよね。なんか今思うとあれは恋だったんだろうなっていうのは中3かな。うん。なんで今はもうそうね、成田凌を、ぶん殴ったみたいな、もしくは成田凌、事故に遭った成田凌みたいな人と一緒にいます。なんだろうね、いますっていうのもよくわかんないよね。だからまあ、法律が許すなら結婚しているみたいな。はい。次、休みの間何してましたか？これは、あれどういうあれだろう、通常休みの日の話なのか、私が去年1年ほど動画を上げて、1年も上げてないことだから、1ヶ月以上動画上げてなかったあのタイミングの、ね、手術のタイミングのことなのか。どっちにしろゲームです。はい、次。毎回黒髪パッツンの女の子にしていることが多いのですが、芸能人で言えば一番理想の見た目の方はいますか？ということで、そうね。黒髪パッツンはね、普通に私がやっぱ一番好きなのよ。うん。で、それで言うと、黒髪パッツンのイメージの強い、そうね。理想でしょ？新川優愛ちゃんとかは、ずっと可愛いなと思ってる。なんか、王様のブランチが好きで、うん。新川優愛ちゃんが司会をしていた頃のブランチが一番好きです。あとは、まあ、パフュームの歌集家とか、かな。あと全然黒髪パッツンじゃないけど理想で言うてか可愛いなと思う女の子は、あと神田沙也加、福原遥ちゃん、三山かれんちゃん、この辺、あと大原桜子この辺が好きです。はい。で、あれよね、続いてるのよねこれね。嫌いなタイプの女ということで、ちょっとこれはねそれなんだろう、どこまで言っていいものかなっていうのはすごい悩んだんだけど、いや私違うのよ、こういう喋り方してるし普通に女性の味方ですよ。ただちょっと本当にあんってなる時もあるから、まあそうね、ビジュアルとか関係なくとりあえずなんか意識低い人はあんま好きじゃないかなと思う。なんだろう、
え、大丈夫みたいな。たまにいない？なんか、本当にそれでいいの？みたいな。その、もうちょっとメイクした方がいいんじゃない？とか、服それで大丈夫？とか、ね、髪の毛どうした？みたいな、いるよね。そういうことか。あとは、でも一番やっぱダメなのはブリッコかな。なんだろう、帯の上がってる女？何かにつけて帯上がってる女は本当に、うんってなるよね。本当に、もうなんかイライラしちゃう。はーい。次の質問、今までやった 3DS のソフトで面白かったものって意味よね。で、そうね、今までやった 3DS か、まあ、プレイ時間的にも、あと一番やり込んだって意味でもやっぱり飛び出せ動物の森かな。うん。あとはそうね。まあ、あとはあれかな、当時すごい、まあ、人とやってたっていうのもあっての妖怪ウォッチのあれはね、元祖となんだっけ本家の時が一番あの辺かな。妖怪ウォッチの元祖と本家とあつ森、嘘、あつ森って言っちゃう、今癖だよね、飛び森かな、うん、一番って言ってるのにね。まあ、妖怪ウォッチに関しては当時あれなのよ、後輩くんとやってて、先輩コマさん舐めてるんですかって言われた時に、えっていうのから私はコマさんを好きになり、今も妖怪ウォッチはね全然好きなので、うん、なんでも妖怪ウォッチ、まあ、飛び、うん、どっちもだな、やっぱ飛び盛りと妖怪ウォッチです。はい。次、ストレス発散方法は、ストレス発散方法ね、日々ストレスは感じてますよ、仕事でね。だいたい食べる。あとは、まあ、そうね、話すとか喋るかな。なんか結局愚痴とかってさ、喋ってしまった方が発散するじゃない。なんかね、だから誰かに喋るか、まあ話す相手がいなければ、そうね、ツイッターに書くのはちょっと、でもツイッターに書くでいいと思うんだよね。私なんかその文字に起こすことでストレスって発散できると思うし、多少はね、完全には無理だと思うけど、多少はいけると思うからね。うん。はい、次。最近買ったゲーム。まあ、つもりかな。最近はつもりだよね。あと FF7 リメイク。うん。でも次買うゲームは、そう、私次買うゲーム予定が多分7月に出る発行期ぐらいまで何もないのよね。あ、画面固まってる。ごめんなさい、ほんと時折固まっちゃうのよ。はい、ということで、あ、さっきのが最後か。はい、どうなの今、大丈夫これ。めっちゃ固まってる、ごめんなさい。動いて買おう。あ、でも言うて結構喋ってるね、私ね。長々と喋っちゃって本当に申し訳ない。なんか質問コーナーとかの動画ってサクッと見れるぐらいがちょうどいいと思ってるのに。ごめんなさい。はい。ということで、本当にたくさんの質問ありがとうございました。そして、チャンネル登録者1000人改めてありがとうございます。はい。ごめんなさい、今メガネがマイクに当たりました。ごめんなさい。そうね。まあ、今後もね、なんだろう。あつ森と今だと FF7 リメイクがメインで上げてるけど、まあ、ガルモ2もね、ひそひそと、私の中で今あれね、週1回をね、目標に上げてて、それと、そうね、まあ、何かね、やれたらいいなと、うん、思っております。なんだろうね、個人的には本当はね、プレステ2とかのゲームやりたいんだけど、いかんせん画質問題があるので、画質が悪いとちょっとあれかなっていう。まあまあまあ、これからもね、なんか、そんな特筆して面白くないと思いますが、お付き合いいただけたらなと思います。はい。またなんかね、こう、なんだろう、次って何人でこういうのしたらいいんだろうって思うんだけど、1000の次って何？ 5000 とかもう何年後みたいな。来るのそんな日みたいなレベルだけど、まあ、また何かね、そういうタイミングがあったら、こういう
動画撮りたいと。あとそうそうそう、コメントであった、ごめんなさい。生放送してほしいみたいなのもあって、確かにね、と思ったんだけど、あれなのよ。ゲーム画面を録画するやつが生放送とかに対応しなくて、そのゲーム画面を本当に撮るだけのものだから、ゲームの生放送はできないなと思って。ってなるとね、ちょっと雑談って言ってもね、だったら別に YouTube じゃなくてツイキャス、あのツイキャスもやったことないのよね、私ね。もともとニコニコ生放送やってたんだけど、ちょっとハードルが高いね。生放送はまあ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 、できたらしますぐらいの感じで。はい。じゃあ今回は本当に、たくさんの質問ありがとうございました。はい。じゃあこれで終わりたいと思います。バイバイ。これ本当に手動いたらよかったのにね。